天城峠へ登っていく国道414号の途中に新余市坂橋という橋がある。この橋自体は何でもない地味で短い橋なのだが、旧道マニア的には新余市坂橋があるなら旧余市坂橋があるよな、いや絶対にあるという思考になってしまうのである。というか隣にそれっぽい橋があるよね。で、家庭旧余市坂橋の様子、現地で名板等の確認はできなかったが、ほぼ間違いなく旧国道跡であろう。1989年の航空写真、この時にはすでに現ルートは開通していたようだ。旧道が35年前には放棄されていたことになるのだが、このことを踏まえるとこの先で残っているものが結構な年代物であることを示している。車止めの柵の先、当然ながら現在使用されていない道なので両脇は草が生い茂り、舗装も荒れ気味である。少し進むと40キロ規制の路面表記、こういう痕跡は旧道散策でとてもテンションが上がる。廃道化するとあらかた設置物が撤去されるところもあれば、まんま残して藪の中に埋もれるパターンもある。この旧道はどうやら後者のようだ。廃道における現役時からの残置物の中で最もマニアがハイになれるやつが残っていた。木陰の向こうに掲げられる青いおにぎり、そう、国道標識である。現役のごとく今も立ち示し続ける国道標識だが、前述の通り35年前までにはすでに旧道化していた。こういう旧道に残され続けた国道標識は風化により錆び朽ちて焼きおにぎりとか呼ばれることがある。だがこの標識は今も錆びず色落ちすることもなく残っている。国道414号が国道指定されたのは1982年。やはり80年代に入ると標識の塗装の質が良くなり、色が剥げず金属部の腐食も防ぎ、放置されても劣化しづらくなってるようだ。ゆえに今も現役時のような状態で標識は立ち続ける。国道標識のところを頂点にして道は大きく曲がり、県道方面へと戻っていく。この角度の深い急カーブが喫され、ショートカットする県道が建設されたのだろう。ターン部は沢を渡る橋となっていて、透き通った流れが谷間を下っていた。この沢には意外な存在がいることを後で見ることになる。橋を越えて旧道の後半部へ。普通車はともかく大型車なんかは難儀したカーブだろう。曲がり切ったら県道まで一直線。全線歩いても5分ぐらいで抜けられる短い旧道である。県道との付け根のところで工事が行われていて、そこへ出ていくのはちょっと気まずいので、ここで引き返すことにする。廃道に掲げられる国道標識がとても印象的な旧道だが、実は残っているのはここだけではない。なんともとんでもないところにそれはいるのである。旧道脇に立つ第一残地おにぎり、そこから振り返り路上を横断、そして谷下の沢を覗き込むと、なんかある。沢筋にやや傾きながら掲げられる国道414、ものすごくシュールな光景だ。普通に考えて路肩にあった標識が斜面が崩れて沢下に落ちてしまったのだろう。こんな面白いものを間近で見ないわけにいかないよね。斜面を降りて沢まで来ました。実に趣深い光景だ。この道路脇から落ちてきたのだろうが、いまいち標識があった場所の痕跡がわからない。画面脇からひょっこり国道標識、標識的にはここにいるのは不本意だろうが、自分的には好きで好きでたまらない景色だ。旧道橋と落下国道標識、これが現役国道の標識だったら、道路の復旧とともに落下標識も回収され、とっくに処分されていただろう。しかし、廃道に残った標識ゆえに管理もされていないので、ここに残り続けている。実は伊豆に来るたびにこの場所へ訪れているのだが、毎回何とも言えぬ気持ちにさせるお気にスポットだ。これからも定期的に訪れ、年月による変化や変わらぬ風情を楽しませてもらいたいものだ。